皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は通信制高校のメリットデメリットをお話ししていきたいと思います。今私は通信制高校に通っている高校3年生なんですが、今中学3年生でこれから通信にしようか全日制にしようかとか、今高1高2なんだけど転校しようっていうことを考えてるっていう方の参考になれば嬉しいなって思ってこの動画を撮っています。通信制高校っていう風に YouTube で調べてもすごいたくさん情報が出てくるわけじゃなくて、調べてもいまいちどういう感じかわかんない、通信のイメージがわかんないっていう方も多いと思うので、実際に現役で私通信制高校に通っているので、そんな私の意見を参考にしていただけたらなと思います。少しでも参考になったなって思ってもらえたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では早速お話ししていきたいと思うんですが、知らない方、初めましての方もいらっしゃると思うのでお話少しさせていただくんですが、私はもともと学校にあまり通えていなくて、学校に通えなくなってから体調が悪くなってしまい、精神的に結構落ち込んでしまう時期があって、毎日通うことが困難となり、全日制ではなく通信という道を選んだんですが、 YouTube も小6からやっていたので YouTube も両立できる、そして自分のペースで通えるっていう点がいいなって思って通信を選びました。通信にしたい理由は人それぞれだと思うんですが、私の場合は一番はやっぱり毎日通うのが私にとって結構精神的に大変だということで通信を選んだんですが、まず実際に通信に通ってみていいなって思ったメリットからお話ししていきたいと思います。一つ目は先ほどもお話しさせていただいたんですが、自分のペースで進められる。これはいいって思う人もいれば悪いって思う人もいると思うんですけど、自分のペースで無理なく進められる点が私はいいなって思って通信選んだんですけど、毎日数学、国語、社会とかなんかそういう全部時間割が決まってあって、この行事を全部決まってあるものを全て行うっていうものが結構私は苦手で、それが普通だと思うんですけど結構大変で、それ通りに通うのではなく、あ、今日は国語をこの時間出て1時間休憩してこの時間出ようとか、ちょっと起立性だったり頭痛があって午前は通うことができないっていう方とかも、あの午後の授業とかもあるので、午前しかないものもあるんですけど午後を選んだりとか、この日はちょっとバイトがあるから午後ちょっと2時間出てからバイトに行こうとか、そういうお仕事しながら通ったりするっていう点でも自分のペースで進められるっていうのはいいと思います。1年分のレポートを一気にもらって自分のペースで進めるタイプの学校なんですね、私の学校は。まあその学校によると思うんですけど、で私はもう結構前期にほぼ終わらせるタイプなんですけど、それが大変だっていう方はね、あのちょび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 レポートの期限があるので、その期限までに出すんですけど、期限はあるって言っても多分結構前日よりはゆっくり自分のペースでできるかなって思うので、追われるのが大変だっていう方には向いてると思います。一応あの前期と後期にテストがあるので、それまでにレポートを終わらせないといけないっていうのはあるので、その締め切り日までに自分が終わらせれるように頑張って進めていくんですが、自分で計画を立てるのが得意なタイプの方は通信向いてると思います。そして2つ目のメリットは体調や用事に合わせて通える。まあ、さっき言ったんですけれども、バイトだったりとか家庭の事情でどうしてもお仕事しながらじゃないと大変だっていう方とか、兄弟のお世話だったりとかそういうのをしながら学校に通いたいっていう方だったら通信すごくおすすめです。私は結構体調に波があって体が具合悪い日とかもあるんですけど、前日制だったら今日休みますっていう電話とかが必要なんですけど、あの私の学校は本当に行かなきゃいけないっていう日休む時は電話するんですけど、それ以外は本当に自分で時間割を決めるシステムなので、学校に今日休みますっていう電話はほぼしないです。なので自分で時間割は作っておくんだけど、あ、ちょっと今日具合悪いから今日はやめてまた来週の火曜日にしようとか、そういうことができるので
ちょっと前立腺よりもかなり融通が効くっていう感じです。なので結構精神的に大変だったりとかお仕事しながらとかっていう方はすごい向いてると思います。そして3つ目のメリットは、働いたり夢に向かって頑張りながら通える。さっきお仕事の話したんですけど、夢に向かって頑張りながら通えるっていうのは、まあ、もちろんね、あの前立腺に通ってる子も夢はあると思うんですけど、通信だったら前立腺高校に比べてちょっと自由な時間もあるので、その自由な時間を使って、まあ資格を取るとかでもいいんですけど、これを特化してやりたいっていうことを集中的に頑張ったりとか、まあ私は YouTube を頑張りたいっていう夢があるので、インフルエンサーとしての活動を頑張るっていう面で YouTube を頑張りながら学校に通えているんですけど、芸能の道だけじゃなくてね、まあ、もちろん芸能を目指してる方もいると思うんですけど、歌手になりたいとかだったらボーカルレッスンに通いながら学校通うとか、学校帰りにボーカルレッスン寄るとか、そういう何か夢に向かって頑張りながら通えるっていうのはすごいいい点かなって思います。そして4つ目、前立腺高校に比べて校則の縛りが少ない。もちろん校則はあって、授業中に携帯を触らないとか、授業中飲み物や食べ物を食べないとか、そういうね、まあ、常識的な校則っていうか、まあルールはあるんですけれども、私の学校はメイク OK、 髪型自由、髪色も自由、ピアスも OK、 ネイルも OK、 服装も制服も一応あるんですけど、制服買わなくてもいいし、買って着てきてもいいし、私服でもいいし、特に見た目で何か校則があるっていうわけではないです。なので、もう髪を染めて学校に行きたいっていう子だったりとか、ピアス開けてるとか、そういう子でも通えるので、まあ、校則がね厳しくないっていう、人を見た目で判断しないっていうような点ではすごいいいなって思っているんですけれども、おしゃれして学校行きたいっていう風に憧れている方だったらいいと思います。なんかバッグとかも自由だし、ほんとブランド物のバッグで来る人もいれば、トートバッグで来る人もいるし、リュックで来る人もいるし、なんかそんなにね縛りとかはないです。あくまで私の学校って感じですね。続いて5つ目、通学日数が少ない。これはあのコースによって違うんですけど、私が通ってるコースはそんなにいっぱいいっぱい通わないコースなんですけど、あの週3通ってる方もいれば、もう週5ぐらいで通ってる方もいれば、本当にいろいろで、世間的な通信制高校のイメージって本当にあんまり行かないみたいなイメージ持たれてる方も多いと思うんですけど、全然そうじゃなくて、もうその学校によりますし、コースにもよるので、通信って学校行ってないんでしょみたいなイメージ、偏見を持たれるのはすごく悲しいことで、あの決まった日数を行かないと私も単位が取れないので、しっかり卒業までに必ず通えるように頑張っています。ですが前立腺に比べて通う日数が少ないコースがあるので、そういうね体調がとか毎日通うことが難しいっていう方は、あの日数が少なめなコースか、日数あんまり行かなくてもいい学校とかを選ぶのがいいと思います。逆に通信制高校に行って、もうたくさん学校に行きたいっていう方だったら、いっぱい学校に行く通信のコースもあるので、もう本当に自分に合ったスタイルの学校を見つければいいと思っています。はい、続いてデメリットをお話ししていきたいと思います。デメリットを私あんまり感じていなくて、通信ここちょっと嫌だなって思う点がそんなにないんですよ。なのでメリットばっかりでデメリット全然言ってないじゃんって感じだと思うんですけど、私にとってデメリットが少ないので、ちょっとまああんまりないんですけど、2個だけあるのでお話しさせていただきますね。強いて言うならっていう感じなんですけれども、1つ目、勉強はほぼ自力、基本自力で頑張ってます。私は教科書を見ながらやっているんですけれども、私本当に中学生の学校ほぼほぼ通えていなかったんですね。で本当に通ってる方には失礼なんですけれども、中学の勉強を全部すっ飛ばして高校に入ってる状態なんですよ。なので本当に中学校の基礎というものが何もない状態で高校に通っているので、すごく大変な思いをしながらレポートしてるんですけど、結構教科書を探して私はやってるんですけど、結構ね大変ですね教えてくれる人っていうのがいないので、もし通信に通って本当に勉強が大変だったら、塾に通いながら
くっていうのもありかなと思います。本当に私の学校授業っていうものが本当になくて、はい今日はこれをやりますみたいなのがなくてですね、本当に分かんない時に手を挙げるシステムなので、基本教室はもうシーンと静かに各自行うっていう感じなんですね。分かんない時に手挙げて、先生ここ分かんないですって言ったら教えてくれたりはするんですけど、手挙げまくるわけにもいかないので、結構自力で頑張って分かんないとこだけ数問ちょっとこことここ分かんないですみたいな感じで聞いてます。なのでそのなんて言うんだろう、基礎とか詳しく詳しく教えて授業を受けたいっていう方は、え、なんだこれって思っちゃうかもしれないんですけど、本当にシンプルすぎて授業が。なんですけど、まあ、勉強が自力でも大丈夫だったら大丈夫です。自己管理能力と自主性が必要になってくるかなって思うんですけど、今日はこの時間この授業を出るとかっていうのを全部自分で決めて管理するので、そういう風に自分で決めたりするのが苦手な方は、もう毎日やることが決まってる全日制の方がこう通いやすいって思う方もいるとは思います。なのでこう管理が苦手だったりとか、自分で物事を進めるのが苦手だったら、通信はちょっと大変だなって思う面はあるかもしれません。そして人との関わりが少ない、これは私にとってはメリットなんですけど、メリットって言って失礼なんですけど、まあメリットだと思うんですけど、あのデメリットと感じる方もいるみたいで、もう青春ライフを楽しみたいみたいな、もう毎日友達と会って毎日喋ってっていうのが憧れてる方は、全日制の方がクラスの団結力とかもあるかなって思うんですけど、メリットと感じるかデメリットと感じるかは人それぞれなんですけど、私は結構今まで人間関係に悩んできた側なので、人との関わりが少ない方が自分への負担も少ないので精神的にも楽なので、私にとってはメリットなんですけど、あのもっともっともっと人と関わりたいっていう方だったら全日制の方がいいのかなって思います。よく通信って青春できますかっていう質問もいただくんですけれども、もちろん青春はできます。なんか学校祭とかもあったり、体育祭みたいなものも私の学校はあって参加したりできるんですけど、参加してもしなくてもいいっていうコースにいるので、私は一切参加してないんですけど3年間。でもそういうの参加したらもっと人との関わりが増えたりするんですけど、私は自ら参加はしていないです。部活もありますし、なんか人と関わることを増やそうと思えば増やせるんですけど、私はあんまり人と関わらないかな。あと同じクラスの人も名前全然知らないし、クラスの人を把握できないほど同じクラスの人と何か一つのことをやるってことが本当になくて、本当に同じクラスかどうかも分かんないぐらいなんですよ。え、この人同じクラスなんだってぐらい本当に知らない、把握できないので、学校のクラスにいてもこの人何年生なんだろうとかっていうのが全然わかんないので、この人同じ3年生だったんだとかっていうのをたまに知るぐらいなので、本当になんかクラスの人と私本当喋ったことない、喋りかけられるか喋りかけるか以外本当に喋る用事がないんですよ。失礼なんですけど、用がなかったら喋んないみたいな感じなので、逆にね、喋りかけても不審がられるんじゃないかっていうぐらい本当に話せないので、私はお友達としか喋んないんですけど、それは避けてるとかじゃなくて、話しかけたら逆に変な人だと思われるっていうか、本当それぐらい、あんまりね、各自それぞれ友達とは話したりするんですけど、クラスの人と一つの何かに向かってやるっていうことはあんまりしてないですね、私は。でもそういう通信もあると思いますし、学校祭とか文化祭とか部活とかを積極的にやろうっていうことだったら、もっと人間関係もね広くなるかなって思うんですけど、私は広くなくていいタイプなので、仲いいことだけ話したりする感じですかね。先生とかともそんなにいっぱいいっぱい喋るって感じはないので、他人の先生と用がある時にちょっと喋るぐらいで、あんまり喋るのが苦手っていう子にも向いてるかなと思います。私は喋ることは好きなんですけど、別に学校ではあんま喋ってないですね。こんなにベラベラ喋る人だと思われてないんじゃないかなっていうぐらい本当に静か
めに過ごしてます。はい、というわけで今回は通信制高校のメリットデメリットをお話しさせていただきました。よく通信制高校のご質問いただくことが多いので、よく動画を出しているんですけれども、再生リスト作ってありますので、よかったらぜひそちらから過去の、ね、通信制高校についての動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。実際に通っているリアルな通信のメリットデメリットをお話しさせていただきました。少しでも参考になったなって思っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。バイバーイ。今から通信にしようかなとか転校しようかなって考えてる方の少しでも参考になったら嬉しいなと思います。